どうもダロマニム DB です。今回も、七聖召喚の新コンテンツ。宗教の研鑽の第4ステージ、盲人の戦線をやっていきます。今回使用するデッキはこんな感じ。今回は今までのステージと違って、かなり難しかったです。つまり、あまり、この、デッキの、完成度が高くないということなので。あくまで今回は参考程度に、一応クリアすることはできます。それでは早速試合開始。今回の特殊ルールはこんな感じ。なんと敵が元素反応を起こすと、敵全体が3回復します。さらに相手は攻撃した後に、ターン中1回タダでチェンジしてきます。その代わりこちらも各ターン2回までチェンジする際に元素サイコロを獲得できますので、今回はこれを活かしてなるべく元素反応を起こさせないよう戦っていきます。1ターン目はフィッシュルから入ってオズを召喚、その後フータオにチェンジして、元素スキルと通常攻撃を行ってターンエンド。2ターン目もうまいこと立ち回って徐々にダメージを与えていきます。ここではまだ元素反応を起こさせないように立ち回ります。全体を少しずつ削っていくという戦い方より、一体ずつ一気に削っていく戦い方の方が良さそうですね。これで2ターン目は終了、一体倒せたのはかなりでかい。しかしここでオズが退場、カフカ反応で少しでもダメージを伸ばしたいところ。ここで元素反応を起こされてしまい、回復されました。ディルック、さっさと終わらせてくれ。回復されてしまいましたが、3ターン目も一体撃破。元素爆発のチャージを貯めてここはターンエンド。ちなみに4ターン目にディルックは元素爆発撃って暁は稲荷に変えるそうです。ありがとうディルック。ここ体力1で耐えれるかプレイ中、めっちゃギクギクしてました。判決を下す。やっぱディルックの旦那、強いですね。これで残り1体。オズを再び召喚してターンエンド。しかしここで元素反応を起こされてしまって、再び回復されてしまいます。残り6ダメージ、削り切れるのか、運命の5ターン目。なんとフィッシュル、体力1で耐える。ギリギリでしたが、最後に元素爆発を打って勝利できました。それでは今回はここまで、最後までご視聴ありがとうございました。See you!